ソケトン駅は中華人民共和国領年省信用市、イケルケトン区にある中国鉄路走行市の駅。新洋鉄道局所属の特等駅に設定されている。新大線と新丹線の2路線が乗り入れており、分岐駅となっている。ソケトン駅は1903年に開業。これはロシアが建設したハルビン大連間の路線の開通の後のことであった。通称、 東西鉄路南シロ1905年、ロシア軍による放火で、ソケトン駅は消失した。同年8月、日本の軍事需要によって、安藤から新洋に至る安サ,サグ鉄路が建設された。翌年日本は、長春から大連に至る南蛾鉄路とその沿線の、支線を吸収し南満州鉄道株式会社を設立、ソケトン駅とその周辺施設も、 鉄路付属地として吸収された。1944年から1945年、アメリカ軍によるイケルケトン駅の二度の爆撃により、日本軍は降伏を余儀なくされた。都市化が進むにつれて旧来からのイケルケトン駅の老朽化が目立ち、1998年に駅を取り壊し、同年12月25日に新駅舎の併用が開始。同時に駅名が、 ソケトン駅から新洋南駅に変更された。2010年1月28日にソケトン駅に戻された。駅舎内に待合室、駅務室、荷物室、レストランがある。ホームは2面あり、1番ホームは北方面、2番ホームは南方面と使い分けがされている。ありがとうございます。